一部の通信社がですね、日本時間の正午12時からバイデン陣営もこちらの会場で集会を開くという情報を出したんですが、こちら先ほどと同じように全く静かな状況です。バイデン氏が乗ったと見られる車両が到着したという様子も見られていません。通常はですね、こうした演説会場ですとか、集会会場というのは始まる前からこう音楽を鳴らしたりして盛り上げるんですが、そうした様子もですね、感じられません。こちらの会場はですね、ステージの前にこう車が並べられていて、新型コロナウイルスを警戒するこれまでバイデン氏がですね、取ってきたドライブスルーの周回方式、これが取られると見られるんですが、そうした車に人が集まっているかどうかもこちらからは見えない状況です。また開票の状況についてなんですけれどもですね、バイデン氏この開票に先立ってですね、かなり若者と女性の投票率が圧倒的にいいようだという話もしていました。今回アメリカで事前投票の数がですね、新型コロナウイルスの影響もあって歴史的な数に上っているんですけれども、この背景にですね、若者の投票率、若者のですね、事前投票が伸びたという事情もあります。前回ですね、投票には行かなかった若い人も多かったと言われているんですけれども、我々選挙戦でですね、これ以上4年間トランプ政権を続けるわけにはいかないんだと、そんな声も聞かれました。バイデン氏のですね、バイデン氏が世論調査でですね、これまでリードしてきた背景には、若者、今の世の中を変えたいという若者、そしてですね、新型コロナウイルスに敏感な女性たち、こうした声が大きく反映されていると見られます。